ロッキードマーティン -56 初飛行時の X-56A ロッキードマーティン -56 は将来の軍用無人偵察機に用いられる高高度長時間対空飛行技術の研究及び今後の X-54 による低ソニックブーム超音速研究計画や将来の低排出輸送機開発への貢献のために設計されたモジュール式の無人航空機 X プレームの一つ。設計は、非公式にスカンクワークスと呼ばれるロッキード・マーティン先進、開発計画によって行われ、アビエーションウィークによって最初に報道された。X-56 は、能動的なフラッターの抑制と、トップ過重軽減技術の研究を目的としている。x 十六 a は、ロッキード・マーティンが以前に開発していた UAV を原型としており、 RQ-3 や RQ-170、ポールキャットといった機体の影響を受けている。この計画には飛行試験用に製造された翼幅8.4メートルの主翼4セットと全長2.3メートルの胴体2つが求められている。X-56A はエドワーズ空軍基地で2013年7月26日に初飛行した時点では、さらなる試験のために、 アメリカ航空宇宙局に引き渡される前に20回のフライトが空軍研究所で行われる予定だった。最初の X-56A は2015年11月19日、フレキシブルウィングによる能動的なフラッター抑制のための初の飛行試験の際に離陸直後にエドワーズ空軍基地金棒の犬以降に墜落し、深刻な損傷を負った。この機体、 フィドとして知られる、アフルのためにスカンクワークスが製造した2機の X-56A のうち1機は、以前に動作範囲の試験を目的として16回のフライトを行っていた。出展、X-56A テクノロジーデモンストレーター、アチーブスファーストフライト。ありがとうございます。